ニューオーリンズの戦いは南北戦争の初期1862年4月25日から5月1日に北軍がルイジアナ州ニューオーリンズを無欠で占領した戦いである。その前に南軍のジャクソントリデとセントフィリップトリデに対して戦った後、北軍はニューオーリンズ市そのものは抵抗なく占領し南部の多くの都市が被ったような破壊も免れた。 しかし、その軍政府長官による固く厳しい管理によって不満が続くことになった。この南部最大の都市の占領は南北戦争の展開点となり、国際関係でも重要な出来事となった。ウィンフィールド、スコットのアナコンダ計画の一部としてミシシッピ川の支配権をつかむことによりアメリカ連合国を二つに分けてしまうことが必要だった。 その作戦の第一段階は、ミシシッピ川川口に入ることであり、ニューオーリンズ市まで登って、市を占領し、南軍の艦船に対しては入り口を閉じてしまうことだった。1862年1月半ば、北軍の海軍将官、デビッド・ファラガットがその西メキシコ湾封鎖戦隊を使ってこの任務を引き受けた。その過程の唯一の障害は、 ニューオーリンズから約70マイル下流のヘッドオブ、パシーズにある、ジャクソン砦とセントフィリップ砦という二つの、石造りの砦だった。4月18日から28日にかけてのジャクソン、砦とセントフィリップ砦の戦いで、ファラガットは砦を砲爆して、砦の間を通過し、4月24日に13隻の、艦船で上流に抜けることができた。4月25日の正午、 ファラガットは、ニューオーリンズ市の前に怒りを下ろした。ジャクソン砦とセントフィリップ砦は孤立してしまい、絶え間なく、砲艦から砲撃されて4月28日に降伏した。その後間もなくベンジャミン・フランク・リン・バトラー少将の、部隊が、戦闘もなく降伏した市を占領した。北軍は、米英戦争のニューオーリンズの戦いでの栄誉を、 讃えたアンドリュー・ジャクソンの彫像に合衆国は守らねばならないし、守りきるぞという言葉を刻んだ。バトラーが死の軍政府長官になり、その管理は非常に断固とした態度と厳しさを伴った。ニューオーリンズ氏はバトラーが統治した間は異常なくらい健全で秩序を保った。しかし、その行動の多くは非常に攻撃的であり、例えば、 オランダ領事館に保存されていた80万ドルは、ダッシュされ、フランスのシャンパン業者であり、シャンパンチャーリーとして、有名だったシャルル・エド・シックをスパイとして投獄した。最も悪名高いのは、いくつかの挑発を行った後に発行した5月16日の、バトラーの将軍命令第28号であり、もし女性が、アメリカ合衆国の士官、 または兵卒を侮辱したり、部別を示した場合には、町で職業を営む女すなわち売春婦とみなされ、そのように待遇されるというものだった。この命令には、北部でも、南部でも、さらには、海外の特に、イギリスやフランスで、抗議の声が上がり、疑いもなく12月17日に、メキシコアン方面軍指揮官から外される原因になった。バトラーとか、 スプーンとあだ名をつけられたが、この後の方は、彼が滞在する南部の家庭で銀器をくすねる癖によるものだとされている。1862年6月7日、ニューオーリンズの合衆国造幣所に、デビッド・ファラガット帝徳が置いた合衆国国旗を破ったウィリアム・ B ・マンフォードを処刑した。この処刑のために、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの 将軍命令第111号で極刑に値する重罪人と求断され、もし捕まえた場合には処刑のために留め置くこととされた。バトラーの統治はニューオーリンズ氏にとっては恩恵のあるものとなり、秩序と健全さが保たれた。南北戦争の終わり頃はナサニエル・バンクス少将が死を統治した。ありがとうございます。